パンと魚の奇跡の教会はイスラエルタブ派のガリラヤ湖畔にある教会堂である。名称はイエス・キリストが5つのパンと2匹の魚を分け与えて5000人を満腹にさせたという奇跡に由来するパンの奇跡の教会とも呼ばれる。1939年よりエルサレムのベネディクト海聖母商店修道院に付属する女子修道院として運営されてきた。ドイツ人たちは当初 暫定的な保護建築を聖なる岩と、ビザンチン時代のモザイクの上に建てた。現在の教会は1984年に、落成されたもので、5世紀のビザンチンの教会と、同一の間取りで建てられた。窓にはアラバスターがはめ込まれている。2015年6月17日、イスラエル人過激派による放火により教会は重大な損傷を被った。教会の壁には、ヘブライ語で、 偽物の偶像は破壊されるだろうというグラフィティがスプレーを使って書かれた。この放火はキリスト教関連史跡に対する一連の右翼、イスラエル人過激派による放火攻撃に続いたものだった。イスラエル当局者もこの攻撃にテロリズムの烙印を押した。聖地カソリック司教委員会のスポークスパーソンのワディー・アブーナッサルは保険でカバーできない。 文の修復については、イスラエル政府が払わないといけない。この攻撃はテロに等しく、そしてこのようなテロがあった時には、国家が保障と加害者の訴追に責任があると、私たちは強く思っていると述べた。2015年7月末、18歳から24歳の、イスラエル人と匿名の未成年1名が、イスラエル警察により逮捕され、放火をほのめかした。報道によれば、 容疑者たちはユダヤ人過激派で極右ナショナリストグループの山頂の青年と関係があった。ありがとうございます。